ただいま。あ、ちょうどよかった。ほうれん草と人参取ってきて。えー、いいから、靴脱ぐ前にシューにするから。人参はおかぶでいいから。おかぶ？人参のおかぶはごつくて硬いので、こいつから間引くのが普通らしい。でも母はほったらかし。香りが高いから洋物の煮込みはちょうどいいのよ。もっともらしく聞こえるが、雑草だらけの人参畑を見ると、単にズボラで間引き忘れた言い訳だとわかる。草が絡んで一本抜くのも一苦労だ。ずっとズボラなんだから。ズボラじゃないの、雑草と競り合わせてるの。雑草農法。嘘つけズボラ。とはいえ、シチューとほうれん草のソテーはうまかった。